いつもタオチャンネルご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあ今日はですね、野球のない日ということで久々に、うちの家内も出てもらって喋、ろうと思うんですが、今日はどのテーマでいくかということで考えたんですが、今回僕がですね、あの心臓の、病気、そうだね、ちょっとあの皆さんには今まで黙ってたんですけども、黙ってたっていうか隠してたわけじゃないんですけど、隠してたわけじゃないけど、まだでも認定、もうちょっとするとされるんですけれども、ほぼでも認定されてるようなもんだもんね、されてるようなもんなんで、まあ言ってもいいのかなということで、あの心アミロイドーシスというね、あの国の難病指定に、なってるそうなんですが、そうなんですよ、現在2000人ぐらいが認定されてるというね、まあ、あのアントニオ猪木さんが、ね、アントニオ猪木さんがね、なっていらっしゃる病気だそうです。だからこの治療法がですね、まあ3年前にはなかったというね、だからみんな心不全だよね、心不全だからやってたんだって、ね、それまではまあ5年生存率が、30何パーセントっていうね、5年、あと5年しか一緒に乗れないの。いいなんか薬が開発されて、かなりね、良くなってるそうですよ。もう今はね。まあパパにが何かあったら私生きていけないんだからね。せめて1日だけでも私よりは長生きしてね。また無茶言うからね。まあまあそういうことがあって、本当はこれ僕がちょっと検査入院をね、してる時に長男が話をしてまして、これ今猫がガリガリやってますけどね。そこで先生ともお話しして、これやっぱり皆さん多分知らない人が多い、でそういう検査をしてる人も多分日本の中でそういないんじゃないかっていうところでね、そう今までもだから本当にそこまで調べないで、もう心不全っていう形 で、ね、悪くなっていくっていう方が多かったと思うんですが、今回僕がまあそういう形になって、これ一番最初検査したのはですね、まず血液検査、それで定期的にやってるような血液検査だったんですけども、そこで、調べた時に他のところ全ていいのに、なんか心臓の数値だけが高い、それもなんかすぐ車椅子とかなんか言われたんでしょ。それでその心臓の、専門の先生に見てもらったら、タオさんもう今すぐ車椅子ですって言われてね、私は冗談と思ったもん、その時。いや僕なんでこんな車椅子って、病院まで自転車で行ってんの、そう自転車で病院まで行ってんのに、でまあと思ったんだけども、まあ、それからどんどん心臓中心に調べていったら、その心アミロイドーシスっていうんじゃないかということでね、だから症状としては、とりあえずとにかく息苦しいって、もう本当にちょっと歩いただけでも、息切れするって。そこまでだから自分の自覚症状は最初なかったのね、最初は、最初はね、それで普通に自転車ももうかなり長い距離も走ったりしてたんですけど、ちょっとこう階段の上るのがだんだんちょっと、あれちょっと息が切れるなっていうね、それぐらいなもんですよね。あとほらクーラーボックスを持って上がれなくなって、まあそれは力が衰えたのかなと思ったんだけど、そういうことがあって、それで結局その心アミロイドーシスをちょっと疑って、いろんな検査したね。口の中の細胞、そうそして胃の中、胃の細胞で大腸の細胞、そして下腹部の細胞、そういうものを全部取って、その生検ね。生検っていうのはあれで、生体検査、結局タンパク質がそこに沈着してないかと、そういう検査をしたんですけども、その部分では全然沈着してないっていうことで、結局これはもう心臓を直接調べないといけないだろうっていうことで、ここからこうカテーテルですね、で、心臓に直接通して、それでその心臓の細胞を取って調べたら、やっぱり心臓にはそのタンパク質がついてましたということで、まあこれで、心アミロイドーシス認定されると思いますということでね、まあほとんど決定という段階まで来たんです。本当はね、最初もう病院の先生は1ヶ月から2ヶ月ぐらい入院してね、検査して、それはちょっとねっていうことで、まあ入院、まあ家が近いんで僕は帰りますからということでね、入院する
人もいるかもしんないけど、やっぱ普通、まあいないね、普通1ヶ月、ね、2ヶ月はね、それはいないと思う。よっぽどやっぱりね、がんとかね、うん、そういうので手術して、うん、もうどうしても入院しないといけないというのは、そうですね、別として家から、うん、通ってたもんね、通ってということで、まあ、その時も自転車でね、うん、通ってたんですけど、まあ、よう通ったよね、何回もね、ちょこちょこね、ちょこちょこ通いました、うんうん、それで結局、まあ、現在に至るっていうことなんですけど、うん、でもちょっと数日前からね、うん、あの本当にその新アミロイドーシスのせいかどうかわかんないけれども、うん、あの肺気胸って言って、そう、ね、肺の病気をね、ちょっとこうね、あの横になってると、うん、息をこう吐いた時にヒューって音がしてたんですよね。そうそうそう、それであれちょっとこれは肺なのかなと思って、胸も痛いって言ってたじゃん、胸も痛くてね、うん、で咳が出て、うん、咳ひどかったもんね。病院なんか行ったことなかったのが、もうここへ来てね、うん、もう病院にね、もう本当通ってたんですよね。いや本当そうなんですよ、うん、だからタオチャンネルね、あの普通に元気そうに、うん、あのいや元気だったよ。いやでもあれは元気じゃないもん。そう元気、普段のパパを見てたらさ、だからまあよくご覧いただくと、あの病院の病室からも喋ってるのもありましたね。あったね。うん、ありました。ここになんか手につけてね、つけてたまあでも個人本人はね、うん、そんなに言うほどあの病人病人って思ってないから、思ってないけど、うん、やっぱりもう前みたいに元気じゃない。だから昔は本当にご飯食べたら1時間2時間散歩しようよとか、そんな感じだったけど、そんな元気もなくて、もうテレビの前の椅子に座ったらすぐ寝ちゃう、ちょっと動かなくなるっていうね、うん、寝ちゃう。やっぱあれはやっぱり人間の体がそうなってんだろうね、うん、まあでもいろいろ経験できてね、まあそしてこれを皆さんにお話しして、うん、まあまあこれは加齢でなる人もいるし、まあ、遺伝、うん、そういうものでなる人もいるし、そうそうそう、いろんなまあ理由があるみたいなんです。であとあの他の臓器にも沈着してるような人たちもいるそうなんですけども、僕の場合は他の臓器はなくて心臓だけ、うん、であとあの数値も他のところの数値は素晴らしいんですけど、うん、心臓の部分だけがもう僕心臓だけは絶対大丈夫だろうと言われてたんですけど、脳みそはあの脳は止まってるもん ね、 体はね、心臓だけ動いてるから、これ一番厄介なタイプやなと出てたんやけどね、心臓に毛が生えてると思ったら心臓にタンパク質が生えてたね、タンパク質が生えてたってえらいことよ、ね、まあねでもね、うん、本当にあの皆さんも息切れがすごくねひどかったりとか、体調ちょっと変だなと思ったら、まあ、しっかりあの検査してください。まず検査をしてもらってね、うん、やっぱり年齢がいくと、まあ、いろいろ出るよね、何かね出る、やっぱ車もね長く乗ってると故障箇所が出るし、うん、人間の体もやっぱりねそういうところが出てくると思うんでね。でもどうしよう、私さ年齢重ねるたびに元気になってる、ね、おかしいね。あんたはやっぱりあの食事で一気にあれ血圧あれが下がったんで、そうそう、あの脂質をすごい抑え、脂質を下げる食事をしてね、うん、あとでもタンパク質もしっかりとって、炭水化物もそれなりにとって、炭水化物もそれなりに取らないと、エネルギーにならない、食事をしっかりしてで筋トレして筋トレして、ね、筋トレしてそれでもすごく血圧は下がって、うん、一時高い時は200超えるような時もあったんですが、そうそうそう、まあロッカーだからいつもブチ切れてるからね、いやいやそれが今や薬も飲まずに、うん、全然110切るぐらい、もう110切る時あるし、上がまあ大体110ぐらいでね、うん、で下が70代、うん、だからもうすごい健康なね、うん、めちゃめちゃ健康です、うんうん、だからあの食事っていうのはすごい大事だなっていうね。でもパパも同じ食事してんのにね、なんでだろうこうもうね、おじいさんこうなんですよ、まだね、あのまだちょっと本調子じゃないんですよね。そうなんですよ、うん、そういうものがありましてね、だからみんなにも本当にあの気をつけてほしいな、だからもうみんなに言って、こういう症状ってこういう病気があるよっていうのを知らせようっていう、うん、うね、まだあのご存知でない人が多い。いや、心アミロイドーシスなんて初めて聞くもの。心臓の心ね、あの漢字のね、うん、それにアミロイドーシスっていう、まあ、検索してください、ググってみてください、ググださいね、出てきますから、はい、本当にあの 2,3 年前までは、うん、対処法がないって言われてた、うん、病気だそうですからね。あ、ま、犬まで出てもう年寄りに囲まれてるからねここの前にも、ま、猫ちゃんが待ってるんですけど、うんうん、まあそんなんでちょっと今日、うん、急遽ね、うん、あの野球がお休みなんでそういう話もしといて、うん、まあ、やすし君の今の状態とか、はい、まあ、皆さんへの本当にあの
注意してくださいね。そうですね、みんな元気でいてねっていう思いを込めて、だからこういうね、この YouTube で、うん、もうそういう人たちが一人でも二人でも、そう見つかって検査して見つかって早く、うんうん、そういうね対処をできれば、そう今もう難病指定ですから、あの安く治療できますから、ぜひもう本当にそれまではもう大変なお金がかかったそうですけども、そうしたくてもね、うん、治療できないような値段だったけど大丈夫、ここで死なないでね、ここカットしよう、あのこれがリアルでいいと思います、そう、うん、こんな状態です、これ今あの肺気胸の症状が出てます、これがちょうど2日前に、うん、あの CT も全部見てもらったら、うん、やっぱ左の肺がちょこっとあの穴が開いてた、ちょこっとね、ちょこっと軽いとこれ、それでこれで軽くて、ね、それで2日後今日なんですけど、うん、2日後今日行ったらもう、うん、2日前よりもかなり良くなってますって言われましたんで、でもやっぱりね、まあ、肺気胸の方はまあまあスーッと早く良くなるんだろうな、あと心アミロイドーシスの方はこれからちょっと長いお付き合いしないといけないのかなっていう、まあ良くはならないって言ってはったじゃん、うん、だからそれで維持してうん、いけば、まあそれなりに年齢をとって、うん、また他のところで前に弱っていくっていうね、もう、まあ、これはしょうがない、誰でもね、まあね、それはもう誰でもあのやっぱり通る道なので、うん、この年齢になるとね、それがまあ近くなってくるっていうだけであってね、いつもパパはさ、うん、私の体のことばっかり心配してたけど逆になっちゃったじゃん、まさかね、もう本当に、うん、まあでもね、このこういう立場になってね、うん、思うのはね、うん、うん、あのなんかすごく爽やかな気持ちで折れるなっていうね、爽やかなの、うん、あんな咳込んで苦しいとか言いながら、うん、でもね、なんかコロッと死んでしまうのもこんなこと言うのやめようか、うん、まあいいよ大丈夫、うん、まああの前向きにね、前向きなんですよ、すごい、まあ、まあ、かこれどうしようなんて一切思わない、すごい、あのよ、じゃあこれに対してどうしていこうかっていう、ね、そうしかないもんね、実際、うん、もうなっちゃったらそういう気持ちで、あの、うん、全然あのそんなに重く受け止めてないしね、まあみんなね、まあできればやっぱりね、まあ、でもママとは6つ年違うし、うんうん、で女性の方が平均寿命は6つ長いんだから、うん、考えたらどうしてもやっぱりね、男の方が早めに亡くなることが多いのよ、まあね、そうだけど、そこ頑張って新しい犬買うわ。それでいい。それでいい。いやでもさ、うん、あのそのなんていうの、生きてたらね、うん、いつかは必ず絶対別れる日は来るんだから、はいはいはい、だからそこまでをどういうふうにやっぱり生きていくか、うん、日々それはすごく大事にしたいよね。だからなんかこう暗く、後悔でずっとこう過ごしていくんじゃなくて、うん、ちょっと前向いて、そう、うん、あのどんだけやっていけるかっていうね、うん、できることをすごく大事なんじゃないのかなっていうのをね、うん、改めて感じたね。そうだね、それと改めてやっぱりもっと2人の時間を大事にしようとかさ、そうですね、うんうん、そういうような、あ、まあ、あ、もう年になってきたんだなっていうね、うん、そうね、うん、やっぱ若い時はね、なかなかそこまで自由な時間っていうのは持てなかったけど、まあパパもやっぱり野球でいろいろね、それが精一杯で、私は子育てやっぱり精一杯で、そうね、子育てあったしね、うん、やっと二人の時間ができたと思ってたら、おーいこれかよみたいなねそれでもまああのこれあの気胸、うん、肺気胸がちょっと出たんで、ね、うん、あの自転車この 2,3 日は乗ってませんけど、また乗りますからね。だって病院に自転車で行くでしょ。もうこれからまた自転車使っていきますから。もうまたあの元気な状態に近いところで行くよみたいな。だからあのちょっとご心配おかけしましたけれども、まあそんなにあのもうヨタッとはなってませんのでね、あの、うん、ね。まあそうね、ヨタッとしてるけどね。なってる？あれなってるか。まあ私もちょっと前に実際あの、うん、Facebook、インスタとか、うん、Twitter で、うん、ちょっとあの意味深なことを書いてしまったんで、おかしいんじゃなくって、やっぱりね、私もね、すごいあのパパがアミロイドーシスっていうのが分かったのがもうだいぶちょっと前でね、うん、自分なりにすごい我慢してた部分があって、で肺気胸になって苦しそうな姿見てたら、うん、こうどこかで吐き出さないと自分を保てなくなってしまって心配させちゃったのね。意外と神経が細やかでね、私本当ちょっと意外とね、あの意外と神経質なんですよ、本当に神経質で、うん、もうそう、あのちょっと皆さんに心配かけちゃったと思ったんで、もう本当のことに、まあ、こういうことなんですよっていうことでね、皆さんにまああのまず知っていただこうということで、ね、うん、まず知っていただいて、それで、はい、あの皆さんにも本当に元気でいてほしくて、そうですね、あの伝えようって
ということで急遽ね、今日もね、今日そういう話をさせていただきました、うん、ねえ、はい、まさか本当こんな病気になると思わなかったね。それはまあみんなね、それも難病、うん、そう、びっくり。今日本に2000人ぐらいしかいないそうですよ。だからもっと多分いるんだろうけど検査できてないとか、だからこれから検査が増えれば、うん、そうそう、もっともっと、ね、もうこれは何倍にもなる病気だと思うんですけどね、うん、そうらしいです。そうするともっともっと研究されて、うん、もっともっといいあの薬も、うん、あの対処法、うん、そういうものがまた開発されていくんだろうなと思うんで、今はその2、3年前に、ね、まあ、それのために少しでも何人かでもね、あのそういう人たちに貢献できればうん、嬉しいなと思って本当です、ね、今日はお話させていただきました。はい、はい、こんなところです。はい、以上です。はい、どうかこれからもあのタオチャンネルよろしくお願いいたします。あの生きてる間だけでも殺すな先